ドグソミーンボドーは、モンゴルの政治家。1921年から1922年まで、首相を務めた。ラマゾウから、モンゴル民族主義者、革命家となり、モンゴル人民革命党を結成した、最初の7人の一人。1921年4月16日から1922年1月7日まで、暫定政権の首相に就任したが、 1922年に、権力闘争に敗れ処刑された。ボドは、1895年現在のトゥブ県、マンドッシャー・フータグッドに生まれる。ニースレル・フレーの学校でモンゴル語と文学に関して、高等教育を受けた。シャビン・ヤーム・シェービニアム、ロシア領事館通訳学校のモンゴル教師として、働いた。ボドは、モンゴル語のほか中国語、チベット語、 満州後に堪能であった。その後、ハルビンの新聞、モンゴリンソニンビシグのニー・スレル・フレイ代表や、社員トールカミ、ニーラル・ハリニー・ソニンビシグ氏の通信員、編集者を務めた。ロシア領事館で、しばらく勤務する間に、ボドーは、多くのロシア人の知域を得るとともに、ロシア革命の影響を受け、ボリシェビキに傾倒するようになった。1919年中国による、 ウルガジ治県の排斥行動は、モンゴル民族主義を刺激し、同年の9月に、ボドーラは、秘密革命組織、領事関係グループを結成した。このグループの中核メンバーには、ダムビンチャグダルジャブ、ボドーのロシア語通訳として働いていたホルロー議員、チョイバルさんらがいた。時を、同じくして、ソリーンダンザン率いる秘密革命組織、ズーンフレーグループが結成されたが、 両派は合流し、モンゴル人民党を結成した。人民党は中国によるモンゴル支配の打破を施行しており、ソビエトロシアに対して友好的であった。1920年人民党は、ボリシェビキとの関係確立を目的に、ボドースフバートル、チャグダルジャブ、チョイバルサン、ダンザンなど7人の施設団をロシアに送った。 1921年3月に成立したモンゴル、臨時人民政府でボドウは外省に就任し、4月16日、チャグダルジャブの後を襲い首相に就任する。首相と外省を建設したボドウは、1921年9月14日、モンゴルの独立宣言に署名した。ボドウと、ズーンフレイグループの領収で、人民党議長となったソリーンダンザンとは、 政治的に対立していたが、ボドーが首相に就任し、ダンザンが大蔵大臣となりさらに対立は激化していった。増傷在任中、ダンザンは、ボドーを短期で禁止眼的であると批判し、ボドーを権力の座から放築する企てを計画するようになった。1921年後半、ボドーは近代化を名目に、モンゴル革命青年同盟を動かし、 モンゴルの女性の民族衣装、デールデールの襟と女性の髪を切るキャンペーンを開始した。マルットは1921年に反革命勢力との闘争を目的に組織されたが、反暴動派のダンザン、リンチのチョイバルさんらはこの動きを逆に、暴動失脚に利用した。ダンザンは暴動を批判し、暴動が革命を徐々に蝕み、独裁を目論んで、 中国とアメリカと共謀したと非難した。また、独立派の指導者ジャラマと共同で構想を推進したことについても責任を追求された。結局、ボドは1922年1月7日、健康上の理由で政府内の公職をすべて解任された。失脚したボドに対して、モンゴル国内の先鋭な対立は、 誠実な引退生活を送ることを許さなかった。モンゴルでは、ラマ仏教の勢力が圧倒的であり、人民政府内部での恩賢派と急進派の対立に、ボドーは巻き込まれた。ボドウやチャグダルジャブラ14人の閣僚経験者は、無制限君主制の復活を目論み人民政府を破壊した、反革命分子として有罪判決を受け、 1922年8月31日に処刑された。ありがとうございます。